大阪府でも1日の感染者数としては最も多い男女92人の感染が確認され、府内の感染者は合わせて616人となりました。昨日感染が判明した92人のうち、少なくとも51人の感染経路が分かっていません。また、府は PCR 検査の結果が陽性だった患者に対して、誤って陰性と伝えていたと明らかにしました。保健所の職員が医療機関に検査結果を伝える際に間違ったということです。患者はおよそ7時間、一般病棟で過ごしましたが、他の患者との接触はなかったということです。